近隣の有名な観光地から観光客を呼び込もうと、塩釜市で日本三景松島の宿泊事業者を中心としたモニターツアーが行われました。このツアーは塩釜市が初めて企画したもので、今日は松島町の宿泊事業者を中心におよそ10人が参加しました。はじめに参加者たちはガイドの案内で集合場所の本塩釜駅から塩釜神社に向けて出発しました。塩釜神社、それから岡釜神社を参拝しまして、ここから小舟に乗って松島に出発したというところなんですね。そして松尾芭蕉が松島に向けて船に乗ったとされる場所や塩釜神社、酒蔵など市内の観光名所を巡りました。お客様にもちろん塩釜のこともご案内しますけれども、実際自分で足で歩いてこう街を見るっていうのはあんまりなかったので、新しい発見があったような気がしますね。塩釜市のおととしの観光客の数は183万人と、コロナ禍前の2019年の8割弱にとどまっていて、市は毎年多くの観光客が訪れる松島町の宿泊事業者に PR することで、観光客を市内にも呼び込みたいとしています。塩釜市にはですね、たくさんの観光スポットがありますので、いかにですね、その観光客数がいる有名な松島さんや秋保さんからですね、こう塩釜を認知いただいて、観光客の方に足を運んでいただくことが大事と考えております。